はい、前回はですね、パグさん385サーバーにですね、潜入してですね、アキトにちょっかいをかけていこうという話で動いておりました。で、まずは手始めにですね、戦役チャットにアリトが出たタイミングで、水をくれということでですね、アリトから水をいただきたいということが目標の一つでした。で、それを実行してみたんですけれども、見事にですね、ガン無視されましてですね、水をもらうことができませんでした。それどころかですね、戦役チャットでですね、台湾人のおしっさいっさいという方とですね、まあ女性の方なんだと思うんですけれども、がっつりイチャつかれましてですね、もうなんだとこのサーバーは。いや、385サーバーは全然悪くないな。アリトが悪い。アリト、責任取りなさい。はい、ということでですね、さらに激しくですね、アリトに絡んで参りたいと思います。まあ、ちょっとうぜえなこいつぐらいに思われるとまあいいかなと思います。じゃあまずは印象に残すところから行ってみましょう。はい、早速戦域に出没してるパグさんです。お、アキトくんがさ、パグのこと喋ってる。え、なになに？さっきパグさんと話してて、パグさんが385にサブアカ作ろっかなって言ってたよ。んで、パグさんさっき寝た。はははって。いやいや、もう作ってるし。え、ほんでそこにもうすぐいるからね。それパグだから、その上のそれ。ね？わかる？はい、まあ当然ですけどね、まだ全然気づいてないみたいですね、ボル沿いに。そのボル沿いはパグだぞ。ういさあ、今日は水をもらえるかな？今日の目標はね、アリトから水をもらうことと、できればね、アリトのアライアンス CHI に潜入したいと思っています。もちろんね、ボルゾイパグさんだからさ、入れてよって言ったらすぐ入れてくれると思うんですけど、全然面白くないからそんなの。なんかうまいこと入りたいよ。どうしよう。お、アリトなんか水やりのこと喋ってんぞ。あ、BKB さんがさ、水やり多いねんって言ってますね。で、何も、あ、今度は今のアリを育てる動画で喋ってますね。何これ。加藤さんきっと気づいてないんだ。俺がなんで水要求を一回もしないかを。なんだろうね。農場からあげればいいんだよ。そういうことか。山ほど農場あるもんな。だからさ、要は人にさ、水をあげて、そのお返しにね、ちょっと期待しなくても、別に、欲しかったら自分であげればいいんだから、別にあげる必要なくねって。農場ない人はどうすんねや。あー、ちょっとこれ、アリトから水もらうのって意外と難しいかもしんないな。もっと攻撃的にいかないとダメか。よし、じゃあね、パグさんも385にいるんですかってパグさんが投稿していきます。戦役です。よし、頑張って絡んでいこう。ん？何これ？出たナマコ？ナマコ？ん？あ、出たナマコか。このね、ほら、ちょっと上見てもらうと、小室マコさんっていう人がいてですね。小室圭さんもいるんですけれども。嫁をいじめんなって言ってますね。知らんがな。その知らんがなには 100% 同意します。お、反応きた。いや、385さっき面白いのって聞かれたから、答えてたら、面白そうだから行こっかなって言ってたよって。いや、俺だけどな。バグさんが来たーってコラボ動画作るかって。いや、もう作ってんだけどな、今。勝手にな。よし、ここはそうだな。ちょっとあまり踏み込まずにですね、楽しそうだなーって言っていきましょうか。やりとりされてるんですね、くらいにしておきましょう。やりとりしてんの私ですけどね。お、385戦役が存在する前から友達よって知ってる。どちらも参考にさせていただいてます、感謝って言っておきましょう。シュナ君も忘れないであげて、彼も頑張っているの、かっこ必死。シュナさんね、めっちゃ知ってるけどね、ちょっとボケますか。シュナさんともね、パクさん仲いいですね。でもここは、え？誰ですか？って送っておきましょう。最近のアリトくんの動画分かりやすいって、お、BKB さんに褒められてますね、アリトくん。はい、うちの最新の動画の説明欄を見ましょうって。下の方にずっとスクロールして、そしたら共同管理のとこにパグさんとシュナさんがいると。あ、パグもいるのね。
はい、これで今日はね、アリト君にボルゾイという名前をちょっとね覚えてもらえたかもしれないですね。ちょっと今日はねこの辺で終わりにしようかなと思います。っていうかまあ時間見てもらったらわかるんですけど、まあ、朝5時51分なんで眠たいっす。はい、ではボルゾイは寝落ちしますと。おやすみなさい、385楽しいですねって言っておきましょう。もうバレた？やばい。もしかしてアリト結構鋭い？どこでわかったんだろう？気づかれてるかな？ボルゾイさんを招待したって。なわけないよね。そんな鋭いはずはない。それはね、もう直接やりとりをしててもわかってる。そんなに鋭くはないはず。はい、ということでですね、自分専門のスパイをですね、自分で自分のチームに引き入れるアキトでした。あ、オッケーオッケー、入れたなって。入りました。いい夢が見れそうですってね、お礼を言っておきましょう。はい、ボルゾイさんのここでのお仕事は、戦力はずっと先の話だとしても盛り上げることですと。なるほどですね。なんだ、鋭くはないけど見る目はあるな。それは得意かもしれないって言っておきましょう。はい、ということでですね、無事これ以上ないほど自然な形でですね、アキトくんのアライアンス CHI に入ることができましたね。ちょっと天才的ですよね、パグさん。いや、アリトくんかな、天才は。で、この後確か年末の忙しい時期ということもあって、アキトくんがですね、あんまりねチャットに姿を現さなくなっちゃうんですよね。それでもね、週末にですね、ついにですね、アキトくんアラチャにガンガン姿を現します。で、もちろんパグさんもね、アキトくんが来ないんで、それをただぼーっと待っていたわけではないんですよね。実はですね、この CHI というアライアンスの R4 幹部さんのですね、リーゼさんという方を、こちらのですね仕掛け人側に引き入れてですね、アキトくんを迎え撃ちたいと思います。あ、水ももらわなきゃね。もうすぐ2000人、何でも気軽にコメント、高評価お待ちしています。とっても励みになっています。最後まで見てくれて本当にありがとう。